シタデル・ラフェリエール・シタデル、ラフェリエールは、ハイチ北部のラフェリエールさんの頂きに築かれた巨大な、要塞である。シタデル・アンリ・クリストフ、あるいは単に、シタデルとも呼ばれる。この巨大石像建築物は、独立して間もないハイチを急創主国であるフランスの、信仰から守るための要塞化の一環として、20万人もの、奴隷労働者を使い、 1805年から1817年に建てられた。シタデルは、その異様から、ハイチの国民的シンボルになっており、観光省のポスター、通貨、郵便切手などのデザインにもなっている。のみならず、この要塞は、西半球最大のものであり、1982年には、近隣の算数宮殿などともに、シタデル、三数城、ラミエール国立歴史公園の名で、 ユネスコの世界遺産に登録された。この要塞は、カパイシャンの約27キロメートル南に位置し、近隣の町は、ミロウである。シタデルは、海沿いから数キロメートル奥地にあり、標高970メートルの山頂に建てられている。晴れていれば、150キロメートルほど西に位置する、キューバ東岸まで見渡せる。シタデル・ラフェリエールは、 ジャック・トリデやアレクサンドル・トリデなどと共に、ハイチの防衛システムを構成するものであった。ジャック・トリデもアレクサンドル・トリデも、ジャン・ジャック・デ・サリーヌが、旧総主国フランスの侵攻に備えて、1805年に建造を命じていたもので、ポルト・プランスの防備を目的としていたものである。シタデル・ラフェリエールは、1805年に、 アンリ・クリストフが主導する形で建造を命じられた。その時、クリストフは、ハイチの将軍であり、北部地方のチーフアドミニストレーターだった。クリストフは、アレクサンドル・ペションと共謀して、1806年に、ハイチ皇帝デサリーヌに反旗を翻した。デサリーヌの死後、クリストフとペションの間で、権力闘争が持ち上がり、ハイチは南北に分断された。 北部を掌握したのがクリストフで、彼は1811年に、ハイチ国王アンリ一世として即位することを宣言した。クリストフは、ある信仰に際して、自軍に海岸沿いの有用な作物や食料を焼き払わせ、山頂のシタデルに続く一本堂に待ち伏せを仕掛け、牢城することを計画したこともあった。クリストフの王政は、 その独裁性から長続きせず、1820年に軍隊の一部が反乱を起こし、ほどなくしてクリストフは、算数上で自殺した。伝説によれば、自らを銀の小銃に込めた黄金の弾丸で撃ち抜いたという。彼の中心たちは、生石灰で意外を覆い、損壊されないようにとシタデルの中庭の一つに、葬った。 下出るに続く山道から見上げる外観は、さながら山腹から突き出た大きな石船の船首部分を思わせる。構造は角張ってより、見る角度によって異なる幾何学的形態を呈した。要塞のほとんどには屋根がないが、真っ赤なレンガに飾られた傾斜した屋根のある部分も存在した。建造後、たびたび回収されたが、置換されたものはほとんどなく、 王子の姿を留めている。下ネルには様々な大きさからなる365門の大砲が備え付けられていた。要塞の壁の基部には当時蓄えられていた膨大な数の砲弾が今も山積みになっている。要塞の壁それ自体は山頂から50メートルほどそびえており、砲弾の山も含めた全体の面積は約1ヘクタールである。 大きな礎石群は山頂の石に直接置かれ、モルタルに生石灰、糖蜜、牛ヤギの血などを混ぜたもので固められた。下出る内部には大きな貯水槽と食料庫が備わっており、5000人の兵士が最大で1年は持ちこたえられるだけの蓄えができるようになっていた。また、王とその家族が避難できるように宮殿の区画も存在していた。他の施設には、 地下牢、木浴場、聖パニ書などがあった。その堅牢さと備蓄とで難攻不落を謳われた。この要塞は、その後にたびたび起こった地震をしのいだが、本来想定されていたフランス軍の侵攻を受けることは一度もなかった。シタデルはハイチでも、最も人気のある観光スポットの一つである。要塞を訪れる時には、ミローの街でガイドを雇う。 観光客は入場料を払って、中にはいるが、登り道であることからラバを借りることが奨励されている。10km ほどの旅程の最初の部分については、四輪、駆動車が使えることもあるが、土砂崩れや工事がしばしばであるため、当てにはできない。下出るそれ自体の内観のほとんどは、観光可能であり、手すりなしの屋上に登るために長い階段を登る、こともできることがある。 ハイチは、正常不安定なため、近年観光客が、下出る来方に二の足を踏みがちである。しかし、ハイチの北部や南部は概ね平穏で、首都ポルトープランスへの観光に比べれば、相対的に危険は少ない。ありがとうございます。